그냥 しんど 이세요. 이거 しんどいです. 7月の2日に向けて。ああ、そうですね。確かにそうですね。今日はちゃんとおっさんと話したんですけど、はい、アグニャンは2日来るのかと。行きますよ。じゃあ、まあまあ、あいつのことなんで大丈夫ですと。はい、最近イオンやってないんでみたいな話はしたし、はい、ああ、これはちょっとあれだな。まあ、できればやっといてもらいたい。ああ、はい。 2年生になるんですけども、2Pが暴れ不景ですね。はい、さっきの勝利率、勝敗の数数えてたんですけど、はい、途中で分かれなくなりました。分かんよ。まあ多分合ってると思います。あ、そうなんですか。なんか男がなんかわけのわからんこと言い出して、みたいな感じで、 なんかこの1本取ったら1勝みたいなこと思ったみたいで、ああ、なるほど。それは違うやろ。それは違うやろと思いながら、まあでもこれはまあ数えてください。はい、勝敗の、ラウンドとかですか。いや違います。違いますね。はい、1ウィンの数です。あ、了解です。 いや、今日平日ですよ。今日平日ですよ。今日平日です。どんなことやってていいんですかね、僕ら。あ、いいですよ、別に。あ、いいんかな。曜日とか誰が考えたんですかね。クソみたいな。クソみたいな。日曜もっと増やしときよみたいな。ねえ。いや、まあ、キャラ的にはね、だいぶ有利なはずなんですけど、なんかよく負けてるとこ見ますよね。ますね。はい。 でも、ちょっと危ないんじゃない。おお、はい、これ1ですね、まず。そうですね、1ですね。ああ、僕両方のキャラ触ったことないんで。俺も触ったことないですよ。 50円 入れたことないと思うんだけど。マジか。あ、合計1回触った。え、これでもなんか竜巻はめできるんじゃないですかっけ。あ、マジで。シャガミにも確か竜巻当たったような気するんですけど、どうなんやろ。じゃあ、あのユリアみたいに。そう、なんかぐる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 できたような。いけんのかな。危ないですね、今の。あ、今の危ないですか。危ないです。あのムーンがあるから。 ゴーンってやられちゃいますよ。あ、でもな、でも重い。重いですね。荒らし方が重いんですよ。ねえ、違う、竜巻そのまま吸ったんじゃないですか今。竜巻吸った今。多分なんか竜巻っぽいのが見えたんですけど。 今日はおっさん疲れてて全然見えないですね。あ、残業ですか。残業ね。さっきもあの大系のこと大満って言ってましたから。あ、そう、逆や。それすら間違ってるわ。他はさあ、荒らされるか。フォローしたいですね。そうですね。これで2位ですね。いいですか。はい、2-0。まあダイヤどうですかね。7。どうなんですかね。7下げじゃないですか。7-3ぐらい多分。 それぐらいにしときましょうよ。そうですね。まあ、合計はとりあず、あと5回。ああ、そうですね。とりあえずアンパイか5回勝てば、いい訳はできるみたいな、いい農産でするしって言えますから。うまい。ちょっと攻めすぎな気もするんですけどね。こう、あの、ヒューゴに。ああ。どうなんかな、でも。 残酷な上手い使い方ができてないですよね。そうですね、なんか強い技の技なんですけど、そう、なんかすぐなんかバックジャンプで打ったりして。そうですよね。なんかもうちょっとなんかうまいこと打てるはずなんですけどね。なんか打ってほしい打ち方が。打ってほしいね、できるはず。あるはずっすの。負けるか。危ない。
やっぱヒューゴーの百鬼投げが厳しいっぽいですね。あ、そうですね、やっぱり背高いんで、ね、落とそうにもなんか落としにくいみたいで、はい、やる。さあ、おおおお、これはもう なんかないですね。そうですね、でも頑張ったんやったら、ただおおお、でもこれめんどくさいですよ。あ、あれはありますね。あ、ミスだ。きついね、きついですね。これはきついですね。そうですね、飛んだら昇竜滅が、ダメですね、ちょっと終わるんで。攻め、おお、怖い。ああ、そういうことか。そうか、これで3ですね。3-0。はい、さっき男がのジアヒでユリアンで17連勝してたんで、まあ、そうですね、ユリアンなんかなと思ったんですけど、ヒューゴがメインなんですかね。なんかどっちユリアンかヒューゴか迷ってるみたいです。あ、そうですか。僕的にはもうヒューゴの方が嫌なんですけどね。ブローするところがうまいんで、まあ、置き攻めされてる時のブローの正解率がちょっと高いですよね。そうですね、その時の反撃が強いキャラの方がいいかな。そうですね、あと逃げ出せれるっていうのがあるし、ブローも、まあこれはなかなかまとまったダメージ与えましたね。おいしい、ああ。おいしいよ。お、お読み合いや。これはうまい。じゃあ、なかなかうまかった。そうですね。多分ブロ勝利やったんですけどね、あれ。奥汗重ねやったら多分勝てたんちゃいますかね。多分。おお。めっちゃ減ってる。さあ、なかなか定石通りの、お、入ったよ。これはいい感じですね。あ、アッシュだね、ちょっとうざいですけども、これだけここちょっと間違えましたね。勝ちましたね。これはさすがに取りました。これは勝たないとまず、あー、ジャックパーもダメじゃない。これ確か分かんないですね。削りたいなら基本的に強パームがいいらしいですよ。なるほど。何やったかな、あやおが言ってたんですけど、何やったかな、昇竜とかこ春竜の小パンぐらいしか確定するもんがないらしいですよ。3かそれぐらいしか不利がないとか言ってたような気がするんですけど、だから剣の、円柱パンとか確かガードされますもん。剣とかの違いは間に合わないんですよ。で、あれ大パームなんや、あれは。そうです、強パームはダメなんですよ。遅い分取りやすいんですけど、反撃がないんですよ、確か。なるほど。信頼とか釣り技ではあるんですけど、ね、まあやっぱジャグキャラってそういう細かい知識いりますよね。そうです ねないと。これ今先に勝ったんで 4でしたっけ。4-0でしたっけ。そうですね、今4ですね。もう FK 頑張ってますね、なかなか。そうですね、なんかこの間大会で負けた気がするんですけど。負けてましたよ ね大会じゃなかったら強いですね。大会じゃなかったら強いみたいな。どうだから、どうなんやろ。よく気寄ってるとこ見ますけど。見る見る。なんでそこでマグロやねんみたいな。あ、でもラウンド取られましたね、とうとう取られました ね取られ。でも2本あったんで、はい、2本削ってでも削った方が良かったんじゃないかなと。あー、どうなんかな。使わない方がいいですか。あー、これはちょっとこういうこなんか変なことやらなかった方がいいやろ。ですよね。あれでも僕よく食らうんですよ。あれはね。あれなんかバレてんのか捨てる意味なんか知らないんですけど、よく買えますよ。多分やりたいだけですよ。多分やりたいだけなんですけど、俺食らってますから。あれって思いますけど。
か分かってるふりなのか分かってんのか、ちょっと芸術のやつ食べたいですね。そうですね。あーあかんな、攻めたら危ないんじゃない。ランク重ね下手くそですね。そうですね。ちょっと重ねてないですね、やはり。5-1初勝利、初勝利。まあとりあえず 5なんで、まああと2回勝てば、でまあとりあえず SK も負けはなくなったんですけどまあそうですね。こっから4連勝されて5分っていうのは寒いですねそれもいいんじゃないかな。いいっすかね。じゃあ FK 君っぽくていいと思いますけど、あの男を応援しましょうか。そうですね。ヒューゴですし、あんまりよろしくないですね、状況的に。そうですね、思い切りされまくってますからね。おお、後ろないですよ、これ。そう、後ろがないんですよ苦し紛れの台足しない当たってみたいな。あー、なんか有利でなんとかなったみたいなあー、台足当たってよかったみたいなあれが決まりましたね。そう、あれがもう流れ変わりましたね。確かザンクルとかに対してはヒューゴは垂直ジャンプの強パンチ、あのラリアットみたいなやつ、はいはいはい、あれがだいぶ良かったような気がするんですけどね。振り回すだけ鬱陶しいみたいな、 あれぐらいでも多分届くはずですよ、はい。まあ、じゃあぬるいザンクルはそれでラリアットしてなんかダメージ取りながらザンクル出さんようにしながら徐々に画面端を追い詰めて足を読みながらっていう面倒くさいあれ上手いですね。そうですね、あれスルム上手いですね。あーまだまだこう、さあ一回動かせばまだありますけどね。そうですね。ああ。そうですね。なんかもうちょっとなんかあれやろみたいな。結構ハード。あの事件を期待してた。事件。戦犯みたいな。はいはい。これもうでも6日？六今の7日。今もこれ7日じゃないですか。7日ですか。はい。マリアンか。どうだったか。今のどうなってる。波動歩きやってんのかな。波動歩きはね、どっちがですか。キューボーです。キューボーは多分やってないと思う。やらないと歩きながら取れないんできついんじゃないかな。タンク歩きながら取っていって何とかするっていうのはやと思うんですけどね。当たるんや。めんどくさいな。あー、なんか面白くないですね。面白くないですね。普通すぎてねえ、しょうもないみたいな、ね、もうちょっとなんかやれよみたいな。ユーザーを楽しませろみたいな。そうですね。おっ、あ、何やお前。さあ、うえっ、なんで今マジであれいつまでつかみ判定あるんですか。わからないです。あれ違う、今日ですかね今の。あ、中なんかわからないですけど、えらい掴みましたね。なんかグラフィック的にも。さあ、あ、せっかく逃げたのにせっかくうまいこと逃げたのに
体力リードしてるんで。そう、あ、先輩これは知りましたね。先輩ありましたね。なんか普通に普通に投げられたみたいな。これで7-2ですかね。あと1回か。まあでもこれで勝っても7-3ですからね。なんとでも言いますからね。最初に言ってた通りの。そう、せこいなみたいな。美味しいですね。空母っていうキャラもそんなに弱くはないと思うんですけど。そう、ビビらせるものはありますからね。このゲームで言うと、ね、プロはこうありますし、ね、でも使いこなすまでが難しすぎるんですよ、ね、そうですね、忍耐力はいるんでしょう ね、 ね。でも相手があのビビってくれるっていうのをうまく利用できるか、工夫するのも必要でしょうね。はい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 。FKヒットカプリうまいですよね。そうですね、膝はうまいんですけど、コパンコパンとかがたまに、あーそう確かに出てないとき漏れてるというか、なんかできてないというか、もったいないなって思うときも。おこれは殺していきましたね。そうですね。危ない、ミード入りましたよ。まあなんとかこれ 7-3 で終わってほしいですね。そうですね、 7-3、8-2 はちょっと面白くないというか、ね、ユーザーが我慢できないみたいな。おお重ねろ。あおお、まだ間に合ってるか。多分間に合ってると思います。間に合ってる。なかなかやりよる。やりますね。なんかでもみんな強くなりましたね。そうでしょ、ね、うん、もうこれ大会始めて1年ぐらい経つんですけど。もう経つんですか。はい、はい、もうだいぶね、みんな初めよりかなり、そうですね、なんか賢くなりましたよ。そうですね、もうあんまり伝承できなくなりましたもん。そう、うん、はい、逃げた勝利は難しいですわ。あ、はい、もう止まりましたね。これはでも入りません。あれなんだ。あ、さあ甘えるか。ゲージ食べたいですね。そうですね、一本うわー、止まりましたね。これで飛びの抑制はできるようになったんですけど、ね、問題はなんか変に持ってくる。まあまあまあ、なんか普通に当たったみたいな、ね、まあまあまあ、まあ7-3、まあ7-3、妥当でしたね。したね、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
まだやる？まだやるの？まだやる？いやいやもう4嫌や4嫌やって言ってるの疲れてるもん、ね、いや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 い